はい、どうも、タクミです。ということで、プロスピレスやっていきたいと思います。ということで、今回は、こちらですね。新しいスカウトですね。まぁ、ちょっとお知らせ見ましょうか。セリーグ選抜スカウト、パリーグ選抜スカウトということで、まあ、セリーグ6球団、パリーグ6球団の中で、それぞれ2選手ずつ選ばれた選手が、出るという。S ランクが出たら、まあ、その選ばれた選手だけが出るっていうスカウトでございます。で、セリーグはこんな感じですね。で、パリーグがこんな感じのラインナップとなっております。で、今回僕がどちらで引くかというのは、まあ、動画のタイトルとかね、まあ、サムネとか見ていただければわかると思うんですけど、こちらのね、セリーグの方を引こうかなと思います。まあね、欲しい選手が、まあ、菊池選手と福留選手ですね。この中で、一番欲しいのは。で、ビシエド選手とかも、出たら、出たで使うかなとは思います。2016年のやつを極みで持って継承させて使うかなっていう感じです。で、福留選手も極みで TS だけで持ってるんで、まあ、継承ができると。まあ、なので、セリーグで引こうかなと思います。はい。で、パリーグの方もね、多分、引くかなと思います。今のところね、一応欲しい選手がね、内川選手とか侍で持ってるので、まあ、継承できますし、菊池雄星選手と、岸選手も、と、清原選手も持ってるので、まあ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 、正直言っちゃえば、パリーグの方が、持ってる選手というか、まあ、継承させてベンチとかに入れたい選手は多いんですけども、まあ、こっちはね、菊池選手を普通に、リーグオーダーに入ってるので、オーダーにやっぱ入ってる選手が、やっぱ継承させて強くさせたいので、まあまあまあ、ちょっとね、さっきちょっと見てなかったんですけど、リーグもね、ちょっとね、残留権ということで、ちょっと、まあ、8止まりかなというところなので、まあちょっとね、ここで、菊池選手当てて、まあ少しでも補強したいなと思っております。あとはエルドレッド選手とかも A ランク持ってるので、まあまあまあゲットすればベンチには入るかなと思います。とりあえずね。まあ、現在突破次第ではオーダーに入るかなっていう感じです。ロペス選手とかもね、能力高いし、ね、まあ基本的に能力が全員高いので、まあまあまあ基本的には誰が出ても嬉しいかなと思っております。はい。で、今回は20連で S ランク1人確定。選抜のやつね。で、まあもちろんセリーグ先発、パリーグ先発なので、まあこっちはパリーグ、こっちはセリーグのみ出るとなっております。10連目の S ランクも選抜なんで、そこら辺はどうなの？で、多分そうだと思います。はい、行きましょう。これ結構ね、いいスカウトだと思います。行きましょう、10連目。まあ、パリーグも多分引くかな。まあ合計、なんで ?40 連か。はい、行きましょう。20連でも S ランク確定っていうのはね、お、来た！よし。嬉しいですね。20連の S ランク確定は結構いいと思います。はい、行きましょう。さあ、誰が出る？やっぱスカウトの運はいいな。契約書の運はなくとも。来る？さあ、選抜誰ですか？さあ、オーケー。黒目選手ですね。まあまあ TS で今年出るかちょっとわかんないですけども。まあ一応継承させてね。まあまた TS 出たら出たでね、引いた場合は継承できるので、まあいいでしょう。はい。ドバヤ選手ね。はい。最後、エランク。梅野選手ね。はいはい。まあ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 、いきなり、まあ狙ってた福留選手当たったんで、勝利、嬉しいですね。行きましょう、20年目。さあ、ここで、まあ広島のこの2選手。まあ、僕はまあ広島の2選手が、今回のスカウトでは欲しいかな。一番。はい、行きましょう。さあ、誰が来る？さあ、行きましょう。演出は、最後のやつだけ。さあ、この確定のところは最後だよね、多分。S ランク出るのは。2枚抜きしてもいいよ。来る？お、来た！あ、違う、A ランクか。そうだ、この、あの、金の演出でも A ランク出ることあるからね。はい、いつも騙されるからね。あ、そろそろ最後かな。はい、さあ、誰ですか？うーわってほどではないけど、かぶりはな、まあ、確かにかぶりは辛いな。しかも、極みだから、限界突破もね、もうこれ以上できないし、継承じゃなくて、称号を狙ってもいいんだけど、称号もついてるし、一応。まあまあまあ、めっちゃね、こだわるんだったらば、スピリッツプラス30とかのやつを狙ってもいいと思うんだけど、でもな、S ランクで、称号つけるっていうのは僕はコスパというか、まあ、僕はだったらミキさんに回したいっていう派なので、称号は A ランクだけでっていう風にしたいので、僕はだったらミキさんに他の S ランクは回すっていう感じなので、今のところはまあ
確か証拠ついてなかったらまあ考えたかもしれないけど、一応ついてるので、まあ、あの坂本選手はミキサー行きかなと思います。はい、申し訳ないですけどね。はい、まあでも福留選手出たので、まあまあまあチーム強化にはなったのかなと思います。しかも福留選手はあれだったんで、 DS で、2200だったのでスピリッツが今回継承させることによってね、まあ能力は多少下がりますけど、あと弾道も高弾道からラインドライブになっちゃいますし、あと守備能力もちょっとね B になっちゃいますけど、結構下がってるけど、まあまあまあスピリッツは300も上がるのでね、まあそこは大きな強化につながったのかなと思います。まあ2200とかのやつがね2500になるだけで結構変わると思うので、あと柳田選手をね変えたいかなと思ってます、あの新しいの出たら。はい、ということで、じゃあ次回は、多分パリーグの確定の方を聞こうかなと思ってます。で、まあ菊池選手とかね、見なかったんで、またそれはね、ミキサーで狙おうかなと思います。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。皆様ぜひぜひね、セリーグ確定、パリーグ確定の、ね、先発スカウトを聞いてみてください。まあ S ランクは今回2枚出ましたけど、どうなんですかね、はい、出率的には。まあでも、僕は2枚出たんで、まあ結構ね、出やすいのかなと思います。というか、まあ20連引けば絶対に強い選手が出るので、まあ、そこはおすすめかなと思います。ということでね、皆さんもぜひぜひ聞いてみてください。ということで、以上、タイミングでした。じゃあね。